横山正夫横山正夫から1943年2月22日は、日本の統計学者、秋国下もぐ吉の実村出身、広島県市範学校卒業、広島県内で小学校教員を務めた後上京。当時はまだ新規な学問であった、統計学の存在を知り、表記学者が1883年、杉浩二や岩崎野太郎、渋沢栄一、 セラタイチラの尽力で設立した日本で最初で最後の統計専門学校、協立統計学校の第一期生として入学。3年間、杉浩二の弟子として本格的に統計学を学ぶ。協立統計学校は横山ら第一期生を輩出して1886年、わずか3年で廃校となった。卒業後、表記学者及び更新会社、 教会の常任委員、評議員、幹事を務め、1926年から1935年までは、同社社長として、統計学雑誌等の編集、刊行を行う。また、生涯を通じて、著書、論文を発表しながら統計学の研究と普及に、努めた。先修学校を、はじめ、第日本私立衛生会、東京郵便電信学校、 中央及び地方統計講習所等、数多くの学校で統計学の講師を務め、慶應義塾大学では、約20年間にわたって統計学を講じ多くの、講師を育てた。1903年には、陸軍教授に任命され、陸軍大学校で統計学を教授。1913年には、内閣統計局兼任統計官を務めた。 また、全国各地の講習会に出向き統計学を講義。横山らの講習を受けた人員は十数年間で、全国約2万人に上った。この講習会の多くで、横山の表した統計通論が用いられ、当時の日本における統計実務担当者の事実上の標準、教科書としての役割を果たした。この書は20版を、 重ね中国語にも翻訳され、当時の中国の統計行政にも用いられたとされる。日本における統計学黎明期を支え、統計学普及最大の功労者の一人である。ありがとうございます。